はいどうも、新宿109の健三です。早速タイトルコールをさせていただきます。本日の企画、新大久保で徘徊してロバーフィルド観光を見つけたら突撃しましょうということで、今回お送りする動画はですね、もう以前撮ってあるんですよね。相原さんとちょっと僕で、新大久保を徘徊して、まあ、ノバーフィリートの会員を見つけたら、まあ、ちょっとねインタビューと言いますか、まあ、ちょっとお話をお伺いするという感じですね。突撃ではないです。突撃とかではないです。今までもうクリーンになってるんで突撃ではないです。突撃しましょう。昔のマスコミみたいにしつこいインタビューっぽいくはなるかもしれないですけど、まあ、そこもねちょっと目つぶってもらって、僕らもねお仕事なのでということで、はい、早速じゃあ動画を見ていただきましょう。レッツショータイム。ハロー、あれ、はい、これ以上飛ばさないで。誰あっちは、あ、いいねいいね、かっこつけてるな。やっと来たぜ。まだいるんだね、ここ。Quand t'es venu dans la rue inconnue Quand t'es venu dans la rue inconnue めっちゃ騒いでるじゃん。めっちゃ騒いでるじゃん。え、今ここであれやってんのかな。どうもはいはい、みんな静かにね、静かに静かに、はい、前ここで、ね、こはいはい、みんな静かにね、静かに静かに、はい、みんな静かにね、この人怒られてますから、はい、静かに皆さん、静かに。なんか煽ってきてるぞ。こんにちはっす。こんにちはっす。あの22万8000円今持ってきたんで。あの22万8000円持ってきたんで、ノーバの会員になりたいと思いちょっと来ました。入会させてください。入会させてください。そうなんだ。そうなんですよ。やだよね、ちょっと怖いです。あの、僕のだっていっぱい迷惑かけられたからちょっとやれ。家族名義でいいんだよ。あの、家族名義で、あの、22万8000円かける3お支払いできるんで。はい、あの、僕結構人脈とかすごいんですよ。ん？なんて？稼ぎたいっていう気持ちあります。え、会社員さんですか？は？切られたんだけど。全然、あの、皆さんね、チーフにさせること全然できますんで。大丈夫です。なんで大丈夫ですか？だって、え、お金稼ぎたいと思わないですか？あの、日本語、あ、皆さん、皆さん、あの、日本語、あ、皆さん、皆さん、え、皆様の、ここにいる皆さんの平均偏差値を教えてもらっていいですか？なんでですか？平均偏差値、中学の偏差値でいいんで。多分皆さん大体高卒か、大体2年生大学とか専門卒の人多いと思うんで。なんで知りたいんですか？え、なんで知りたいかって。アンケートです。アンケートです。卒論に出すんで。いろんな人がいます。いや、でも稼がせたいんですよ。やっぱ僕、めっちゃ優しいんで。はい、じゃあ、ある程度じゃあ稼いでるんで大丈夫ですよ。え、じゃあ、じゃあなんで、じゃあ勧誘するんですか、こんなところで。ん？え、稼いでるんだったら、じゃあなんで勧誘に必死なんですか。なんで、じゃあ逆に私たちのこと稼がしたいんですか。え、だって皆様もやっぱね、もっと幸せにさせたいんで。本当に幸せにさせたかったら、そんなこと言わない人に。もう迷惑なことしません、本当に稼ぎたかったら。もう迷惑なことしません、本当に稼ぎたかったら。迷惑なこと、え、もう迷惑なことしてんだ、こんなところにさ、監禁させた。それ違法なことって分かってますよ。違法な勧誘やってるって分かってます。ちょっとあんま声しちゃって、はい、ね、みんな静かに、みんな静かにね、みんな静かに、静かに。答えられないんですか。みんな静かにね。できる、ね、契約書面と概要書面ありますか。おい、ちょっとセミナーのようにさ、同じようにさ、黙るのやめてよ。これ答える。あなた特殊法に関してますね。あなたち連鎖販売取引やってるのに契約書面、概要書面の交付でね。はい、皆さんどうですか。
おい、これがこれ答えですよ。契約書面と内容書面の交付いけないかって言ったら、こいつら何も答えないのに。君たちやっぱ違法なことしてると分かってんだね。ね、君たちが違法なことしてるように見えるじゃん。あの、とりあえず帰ってもらって大丈夫です。あの、すいません、あの、22万8000円持ってきたんで、あの、ノバアフィリエイトに、あの、入会させてください。お願いします。入会したいんです。スマホ1台で稼ぎたいんです。お願いします。そして皆様のことを稼がせてあげたいんです。僕、めっちゃ人脈あります。もしもーし、帰ろうぜもう。そう、マジで今そのベランダに出てたんで、調子に乗りすぎじゃない、マジで。いきりすぎだろあいつマジで。クリーンになってるんで、あ、そう、皆さんにちょっとね、感謝のね、お気持ちを伝えに行かないといけないんで。あ、すいません、あの、ぜひね、皆さん、僕毎日ゴールデンウィーク中毎日 YouTube 出していくんで、ぜひチェックしていってください。おい、そこ向きに出てこい。ね、迷惑かけないよね、迷惑かけないよね、はい、近所迷惑ならないよね、はい、ね、迷惑かけないよね、迷惑かけないよね、はい、近所迷惑ならないよね、はい。まだいたんすね、あそこに。まだいたのかよ、あいつらマジで気持ち悪いな。近隣住民からも煙たがられてんのに。偏差値低いやつらのにな。なんか確定したもんないかな。タバコ、タバコ、いや、ビトンの、ビトンの紙袋、ビトンの紙袋あれよ。なんで分かるんですか。え、ここも借りてるんですか。まさか、まあ、ここめっちゃバイバイするんだよ。なんか出てこないから、なんか面白くねえな。そうっすね、出て面白くないな。せっかく22万8000円持ってきたのに面白くないな。あろうぜ、置いて帰ります。札束だけ、札束だけ置いて帰っちゃったな。札束だけって言うて、今キャッシュレスの時代なんでキャッシュレスの時代なんで、僕札束ないんですよ、すいません、すいません、札束持ってないんですよ僕。帰りましょうか。ほらほら、やっぱ後ろ向いたもん、後ろ向いたもん。あれ、あれ、もしかして、あれ、あ、帰りましょう。もうもう帰ろうぜ、もう帰ろう、帰ろう。なんかみんななんか避けてしらけてんな、やっぱ稼がせてあげたいって言ってるのにな。三つ口言ってるのに。はい、今なんですけども、あのちょうど帰ろうとしたら奴ら現れました。ノバアフィリエイト の会員がいて、ちょっと尾行して突撃しました。しましょうか。わっ、ありがとうございます。